Enchanté. I'm back. Welcome back. I'm the makeup artist in New York. どうも、ケントです。よろしくお願いします。Okay, so today we got a very cute model, Rochelle here. Thank you very much for coming. We used to work like opening ceremony together. And I'm gonna put her Instagram down below. You guys have to check. So today we're gonna do natural makeup and red lip makeup.、Mm. じゃあ今日はね、ナチュラルなお肌を彼女と一緒に作って、で、レッドリップをやっていきたいと思います。Let's!I'm gonna use Addiction, the makeup base. This is my favorite. 今日はそうですね、実用的な感じで見てもらえたらと思います。で、この今ね、目の下のこういうクマのところとか、こういうところにこういう乗せていきます。はい、で、ここから、ファンデーション。今日は、このお皿に入れちゃってますけど、マックのフェイス&ボディ。マックのフェイス&ボディ。はい。今日は、ツヤ肌の綺麗なリップを作りたいので、はい、ファンデーションもそんなたくさん塗りません。おー、いつもより少ないですか、うん、中間だけしっかりカバーするように、はい。塗っていきます。で、コンシーラーも、この目の下と鼻横、はい。の赤みを抑えるぐらい。でも今日みんな見てて思うと思う、彼女もう肌が綺麗からそんだけでいいじゃんみたいな、けどここから見せたいのはあのライトファンデーションでカバーをそんなにしないで艶やかなナチュラルスキンに見せるっていうのをやりたいので、それを見せていきたいと思います。でこれも目のこの僕はですけど眉毛の中間からこう C で入れちゃいます。 C で入れるんですね、うん、はい。で鼻の上、口の上ちょっと撫でておきます。はい。で、顎で、ここもシールで塗ります。はい。で、ここをあえてこのファンデーションのやつでまず外枠を削った後にこう指で乗せていきます。で、鼻頭もトントントンと馴染ませるように。で、ここまでは絶対いかないでください。なぜなんですか？光でここが光っちゃうとすごいダサいの。だからしっかり鼻の頭をこう撫でるように。へー、うん、I don't want to make shiny here, you know? だから、even I'm gonna make shiny too much, this T-zone is gonna so... make up too much, you know? で、余ったものをちょっと目の上とかにこう乗せておきます。はい。で、この後に、何でもいいんで、ここで僕はあのボディクリームみたいな保湿クリームですね、お肌の。をちょっとだけつけます。これぐらい取って、まずこのほっぺたのところにちょっと乗せておきます。で、こういうふうに混ぜて、ちょっとツヤ出たの分かるかな。このままレッドリップをやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい。で、お肌はここから多分メイクやってる中でどんどんとこう自分の油分とか油が出てきて、はい、どんどん馴染んでくるんで、それを後半でもう一回最後修正して見せたいと思います。はい。で、このように、はい、リップクリームで保湿してたのをティッシュで保湿しますね。はい。はい、次に赤リップブラシに取ります。で、まず中間からリップラインに沿うように色を入れていきます、じゃあ今日は濃いめのちょっとレッドリップ、この色よりちょっと濃いペンシルで外を変えていきます、ね、はい。お、
元の枠を変えていくわけですね、うん、これをすることによってどういう見え方するんですか。ねえ、リップが締まるように見えます。ああ、なるほど、うん、綺麗綺麗ですね。なるほど。ここからが This is secret technique. I can show you guys. Kento, you put it over with the powder and it'll help. I know that. It'll help mat it down and make it not slide everywhere. You already know. You already know that. I used to do it when I was in high school. Yeah. Oh, great. So, 彼女が言ったようにバレちゃいましたけど、行きますよ。今日の企業秘密はもうバレてる。バレてました。なりです。And then do photo shoot with this. It looks very artistic. It looks like Santa Claus. Merry Christmas. Sorry, 笑かしました。もう一回やりますね。OK, じゃあこういう風に載せます。Can hold it like this. で、こうやった時に、今回メイベリのパウダー使うんですけど、白かったら何でもいいです。はい。うん。やばい白い粉はダメですよ。白かったら何でもいいですけど。Only makeup powder, don't use the other powder, you know? Yes. Don't use drug. Yeah, no. No. Yeah. Use powder. But any white powder is okay. Oh. But no. Oh, you are covering above of the tissues, right?もう笑ってる、笑かしといて全員無視で進めて。Everyone make her laugh, but they don't care. Oh, this question. Thank you. で、これパッと下ろすから、はい。おー、すげえ。マット。裏技。It's matte, no? Very matte. はい、So we got Izumi さん today. パパパパーン。パパパパーン。OK。何言っていい？かわいい、かわいい、癖なんで、ちょっと活かしたい。オッケーです。じゃあこの癖を生かして、高級、大人っぽい女性にしてくれる、じゃあ日本の人でも見てても面白い。オッケー。じゃあチャンネルこのままでよろしくお願いします。Looks like very, women. Yeah, but expensive. Super model. Right? So, これを僕が今から最後のメイクのフィニッシュして撮影していきたいと思います。で、ブラウン系のアイシャドウをまず、ふわっともう全体的にのせますね。はい。で、この目の下にもしっかりと外から内に。ふわっとですか？ふわっとですね。で、この後にピンクのチークっぽい色を、はい、メイルにこうのせます。で、ふわっとちょっと大きめに円を描くようにします。じゃあ反対目やっていきたいと思います。Thank you very much for watching! Yay! What do you think? So cute! I think that the makeup is simple, but it's really crazy what you can do with a red lip. So cute! Thank you very much! なんかね、
もう髪の毛もすごいナイスなテクスチャーやし、あのメイクもすごい褒めてもらってありがとうございますって気持ちです。なんで、ありがとうございますって感じなん でね、本当に彼女自身がもうすごい可愛かったん でちょっと大人っぽい高級感も出したかったので、今日はスキンとレッドリップの作り方やっていきました。でね、もし質問とかあったらバンバンコメントください。動画良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録。 If you guys like this videoLike and subscribe, comment and share, and follow her Instagram. Thank you very much.